はい、皆さんこんにちは、しなたんです。と今回はこの前韓国旅行に行ったって動画あげたと思うんですけど、そこでいろいろ質問が来てたので今日はそれに答えていこうかなと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速たくさん来てた質問に答えていきたいと思います。まず韓国と日本で気温の差はあるかなんですけど、まあ、個人的にはそんなに気温差はなかったような気がします。3月の韓国って寒いっていうのを結構聞いてたので大丈夫かなと思ってたんですけど、日本よりはちょっとね確かに寒かったんですけど、そこまで激寒ってわけじゃなかったです。この動画がねあくまでも個人の感想なので、そう、それではちょっと念頭に置いてちょっと聞いてほしいんですけど、個人的にはそんなに差はなかったような気がします。まあでも夜と朝は確かにちょっと寒かったんですけど、まあ昼間はねそんなにめちゃめちゃ寒いってわけではなかったです。であと韓国と日本でコンセントのね形が違うので、韓国の地域とかでも違うらしいんですけど、私が泊まったホテルではコンセントは SE タイプを使用しました。その変換プラグを挿して日本のコンセントが挿せるようになるので、それで使ってました。でこれも私が泊まったホテルはなんですけど、シャンプーとリンスとボディーソープとかがなかったので持参していって行くのがおすすめです。でなんか髪の毛を染めた方、私も髪の毛染めてすぐではないけど1週間ぐらいで行ったんですけど、美容師さんによると韓国の水は髪色が落ちやすいらしいので、髪色保ちたいっていう方はなんかそういうケアのシャンプーとかを持っていくといいと思います。でこれが一番質問来てたんですけど、お金っていくらで足りましたかみたいな質問が来てて、私はだいたい10万円ぐらい用意してたんですけど、旅費が5万6万ぐらいだったかな、そんぐらいかかって2泊3日で行ったんですけど、とりあえず持ち金、日本円で持ち金5万円持って行って、とりあえず4万円換金したんですけど、結局ね1万円ぐらい、日本円で1万円分ぐらい残りました。私がねそんなにお買い物しなかったっていうのもあるんですけど、また購入頻度が上げようかなと思ってるんですけど、韓国で洋服めちゃめちゃ買おうって思ってたんですけど、洋服とかコスメとかめちゃめちゃ買おうって思ってたんですけど、時期的な問題かもしれないんですけど、私のファッションとはちょっとどのお店も違うような雰囲気だったので、そんなにお買い物しなかったので日本に3万円ぐらいで足りたのかなと思います。まあ、でもねもっとお買い物したいよっていう方は、まあ、5万円とか換金しといた方がいいのかなとは思うんですけど、まあ、私は3万円で足りました。ご飯とかは割とね日本と同じぐらいの価格なので、そんなに激安っていうほどでもなかったです。でとりあえずお金についてめちゃめちゃ質問が来てたので、私は交通費とホテル代で多分6万か5万ぐらいで、他の食事とか買い物とかは私は3万円で全部済みました。どこが一番楽しかったですかみたいな聞かれるんですけど、個人的にはミョンドンが一番楽しかったかなと思います。私たちが泊まったホテルがミョンドンにあったっていうのもあるんですけど、本当にミョンドンの駅からその楽しいところ、なんて言うんだろうな、ミョンドンのあるんですよね、なんかそのコスメとか売ってるところとか屋台が出てたりとか洋服とか売ってたりとかっていうのがあるんですけど、何でもできるところがあるんですけど、そこがね駅から近いっていうのもあるし、なんかもう本当に日本人が多くて話が通じる人が結構いたりとか、結構夜までやってるし、そうですね、私はミョンドンが一番楽しかったかなって思います。ぜひ皆さんも韓国行った際にはミョンドンに行ってみてください。でも本当に私の意見なので、私の一意見として参考にしてもらえればなと思います。であと洋服そんなに持ってってバカじゃないのみたいな、なんでそんな持ってったみたいな聞かれたんですけど、まあ、ぶっちゃけ私もアウター3つ靴3つ持っていくのはさすがにバカだなと思ったんですけど、でもねやっぱりせっかくのね韓国旅行で、その韓国っていろいろインスタ映えスポットとかたくさんあるじゃないですか、やっぱそこで写真撮りたいじゃないですか。そう、写真撮りたいなと思って、その時に、まあ、3日間ね同じ服着るのもいいんですけど、やっぱり私は毎日違うおしゃれをしたいなと思って、毎日違う服着て可愛い写真撮りたいなと思って、私は3つのアウターと3つの靴を持っていきました。まあ、絶対ね旅行に行くならそれは着回しが一番大切だと思うんですけど、毎日違うものを着たいっていう願望が強すぎてうちの方が勝っちゃったので、違うアウターを持っていきました。まあ、キャリーケースには入る量だったので、まあそれは別にいいかなと思います。まあね、自分が良ければいいので、そこに関してはまあ自分の責任でっていうか、自分がそうしようと思ってしたことなので、別に重かったからめっちゃしんどかったっていうのは別にないです。はい、というわけでこんな感じかな、よく来る質問はそんな感じですかね。はい、というわけでこれからその韓国旅行に行く予定があるっていう方は、
まあ、参考になるか分かりませんが、一意見として参考にしていただければなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。